はい、どうも白石秀則です。いつもね、忙しい中ちょっとこうリアクションしちゃってですね、駆け足で喋っていることが多いので、今日はゆっくり丁寧に早口じゃなく喋っていけたらいいなと思っております。はい、というわけで今日はですね、まあセカンドミニアルバム発売までに時系列に追いかけるということをこうしててね、無事追いつけたんですが、まあ、本当に駆け足だったんですね。後半特にちょっとね、見たいものが結構残ってます。ショート動画、公式のショート動画をやる回も、まあ、1回目やってからちょっと2回目できてないんですが、そちらの方も時間を見つけてやっていくんですが、ちょっとね見たいものがあります。そうなんです。はい、 XG シューティングスターリミックス、こちらね XG のシューティングスターのリミックス、ごいよいロックバージョンですね。まあ、XG デイズとかエクストラ XG とかですかね。でこう流れてくる曲っていうのはキャッチしてるんですが、もちろんこのリミックスバージョンもあるのもコメントでも聞いていたし、流れてくる音楽の中で認識はしております。ちょっとフル尺をね、このファンカム、はい、2024年7月11日のものですね。こちらを見ていきながら、ちょっとフル尺を聞いていきたい。何を隠そう、私ロックバンドの人間でございます。はい、特に、まあ聞く限り私の大好きなアレンジでございます。シンプルなパワードラム、シンプルなエレキギターベースというね、重たいながらも硬いスネがパーンとなってくるね、私の大好きなサウンドでございますが、ちょっとフル尺では聞いたことがございませんので聞いていきたいと思います。いきます、レッツどんぐり。いいね、ベースもブリブリ。倍になるんだ。ツッタン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 。
デデ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 、ああ大好きよこういうアレンジ。さすがにね、会場が爆音だからさ、低音が飽和しちゃって音像がちょっと確認しづらいけども、すごいシンプルなアレンジだね。ちょっとこっちも見てみたい。音変わんないかもかな。突き放しね。ドゥ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 、いいね、このマイケル・ジャクソン張りの動かない感じ。近いな。ハンドマイクですね。ココちゃんもすごい、なんかとんがってるの出てる。シャーニングシャーニングシャーニング、 Oh I'm looking nobody、 Oh I'm、 いいね、ドラムがシンプル。あれ当たっても痛くないとんがりやないの。笑顔が隠せないちささん、お尻の筋肉が毎回思うけどすごい。ジュリアさんもおるね。はい、ここから倍ね。ドゥッダンドゥッダン、8ビート、パッパッパン、ドゥッパンドゥッパン、小手先の四つ打ちに逃げない8ビートに来るっていうのがいいね。ロックね。エミちゃん、デデッ、あら、ジョリンさん、最後。かっこいいしかないでしょう。おい。ただ、確かに、ロックバージョン、これ、俺上がりますよ。もちろん、ライブで聴いても絶対オリジナルのアレンジと同じように上がるんですけど、多分、やはり、最初のバージョンが世に出た時に最初のバージョンだったからこそ、すごくね、反響があったんだと思いますね。その後のこのかっこいいアレンジね、ロック好きの僕にとってはたまりませんし、ライブでは絶対上がるなということでしょうね。ドゥドゥツッドゥドゥツッドゥドゥ、なんかね、小手先のこう結構ね、 R&B とか結構打ち込み系のグループアーティストがやりがちなのが、こうバンド、生バンドとかでこうバンドバージョンのこうアレンジするときやりすぎちゃうっていう傾向が結構あるのよ。本当のバンドそんなにしないよみたいな、
なんかこう、コードもいじくりまくったり、ベースがブルーとかやっちゃったり、ギターが、ウィャーンとか、ドゥンドゥンってドラムやっちゃったりする傾向が結構あるんですけど、やっぱ XG のシューティングスターはもうバンドやってたものとしても最高っすね。バンドだったらこういうアレンジしたいなっていう、そういう感じ、そのままやってくれてるなっていう。そういうとこもなんかセンスあるなっていう、バンドをやってた人を敵にしないなみたいな、にわかじゃねえなみたいな感じがしますね。はい、今日は XG シューティングスターリミックスようやく来たよというところでございます。また間違ってることもね、言っちゃうリアクターなんですが、そこら辺はね、コメントとかで修正していただいたり、情報をねコメントいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こんな感じで丁寧にね、ちょっとずつ見ていきたいな。そうしたらまた新しいコンテンツが出て、それもまた見ていくみたいな、そんなチャンネルで XG ちゃんの方を追っかけていきたいと思います。はい、ファンクラブの方にコメントチャットみたいなのあるじゃないですか。僕全然アプリをまだ使いこなしてないんですよ、アルファーズの。ちょっとずつ楽しみ方もね、みんなに教えてもらいたいし、コメント残したら皆さん、僕のこと認知してくれてる人がバーってね、書き込みもくれました。本当嬉しいなと。ただのおっちゃんがですね、 XG ちゃんを追っかけているチャンネルですが、みんなと共有しながらね、喜びも悲しみもね、そして希望も勇気も全てね、共有しながらこのチャンネル進めていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。明日から12月の月曜日頑張っていくぞ。ワオ。